中野因文庫本源氏物語は、源氏物語の写本の一つ。京都大学附属図書館の中野因文庫所像となっているためこの名称で呼ばれる。列長層のマス型本。花園、青いの二条が欠けており五十二条が現存する。元は中院家に伝わったものであり、1923年12月28日に、住友家の当主、住友吉左衛門が、 京都帝国大学に寄贈したことにより現在は京都大学附属図書館の中野院文庫所蔵となっている。中院下は大臣家の価格を有する区下であり、源氏物語の注釈書である民工入り素愛を表した中野院道勝等を排出して室町時代末期から江戸時代にかけて源氏学を担った。本社本の書写者は中野院道重と推定されている。 各館奥書きに書写日についての記述があり、起立簿は、大英五年6月27日に書写され、夢浮橋は協禄4年正月22日に書写を完了したとされるが、その後もたびたび競合を行ったとされており、夢浮橋巻末にある、牧書の奥書にある、慶安2年に考慮したといった記述のように、江戸時代に入ってからのものもある。本文は、 青病資本系統であり、わずかな用事の違いを除くと、日本大学所蔵の三上に資家本に極めて近く、一面十行であることのほか、軸張り、合点、主点、見せけちまで一致する。行為源氏物語や、源氏物語大制後遺編、源氏物語別本修正といった主要な広本への採用はないが、本文研究の論文などにおいて、軽の写本記号で、 考察の対象とされることがある。京都大学附属図書館所像の記帳書として、全ページの画像がインターネット上に公開されている。ありがとうございます。